スターシードライトワーカーの仲間の皆さん、こんばんは、マリアです。今日は最近起こった大きな気づきについてシェアしたいと思います。ここ数日で私に起こったことっていうのは、今まで、もう社会人になってからずっと、いろいろなことをしてきたんですけれども、その時その時何かやりたいと思ったことをやっただけで、それが何につながってるのか、どうして自分がそれをやりたいのかっていうのがは全然見えていなかったんですけれども、それが私の魂は何を求めて、そういろんなことをやって進み続けてきたのかっていうのが、ここ数日間でなんとなく見えてきた気がしています。私の魂が探し求めていたものっていうのは、体も心も魂も全てが喜ぶバランスの取れたライフスタイルであったり暮らしでした。社会人になってから本当にいろんな種類の仕事をしてみたり、あとは日本と海外を行き来しながら、その外国で、言葉も学びながら、そこの生活習慣を体験してみるっていうことをずっと続けてきて、本当にいろんな環境に身を置きながら、その自分的にバランスが取れる場所を探してきたような気がしています。でも今までは本当にその自分が何をやっているのかっていうのが見えていなくて、ただ自分がやりたいってこう絶対的に思うことをやってきただけだったので、その今まで自分がやってきたことが見えてきたっていうのは、本当にもう20年ぐらいずっと晴れなかったもやがちょっと薄くなってきたみたいな、そういう感じがしています。で、私にとって大切なことは何なのか、私の魂は何を望んでいるのかっていう観点で考えてみたら、5つのことが思い浮かびました。それは、精神的ゆとり、時間的ゆとり、そして自分の好奇心を満たすこと、未知の世界の探求と冒険、そしていつも自由であること。今までの私のあらゆる行動は全てこれに集約されるのかなっていう気がしていて、これを満たすために今まで無意識的にいろいろやってきたような、そんな気がしています。で、これを踏まえて、例えばこれからのライフスタイルとか環境とか心の状態とか体の状態、そして人間関係、仕事についてどういう状態を望むのかっていうことと、あと関わる人に対して、そして社会に対してどういう自分であることが理想なのかっていうことについてもちょっと考えてみたので、それについては次回の動画でシェアしてみたいと思います。